況のコモトロです。今日も解説員コモトロさん、ゲスト解説員コモトロさんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、相変わらず僕のスマプラがバグり続けてます。バグりまくるっす。どうしようもなくバグりまくるっす。はい、というわけで僕の買ったスマプラ落ちたら負けた痛快ぶっ飛ばしアクションという説明のみです。さあ誰が一体入ってくるんでしょうか。おっと、ダークな雰囲気、完全にダークサイド、ダークサイド初手方位安定、この会場に匂いますね。さあ誰が出てくるんでしょうか。とんでもない量の方位、お昼はさつまいも 1kg でしょうか。しかしカラーが赤色、おそらく紫芋でしょう。沖縄出身アグー豚氷、なんか出てきたぞ。明らかにボスが溢れる、背中にはこれはクッパでしょうか。しかし止めどないくらいの方位、方位とどまることこの上なし。おっと、名前、のこのこ、あんなにボスが溢れるエースからのゴミみたいなキャラ、完全にかませ犬。こいつはおそらく優勝はしないでしょう。長すぎるアピール、ゲップが出てしまいました。乾きがツルツル、そこの手入れだけは完璧。さあパンツもしっかり履いておりますね、バッチリコンプライアンス遵守。おっとキョロキョロしてるぞ、気持ち悪い。二度とこの動きはしないでほしい。気色のある、これは夜中出てきますね。もはや顔なし、顔なしの僕のトラウマシーンとそっくりです。また同じポーズ、それならもう二度とやらないでほしい。お、また同じポーズ、二度とやるなっつったよなお前。さあ歩く、ずっしりずっしり歩く。あ、動きはクッパっぽいですね。完全に親父リスペクト、輝かしい乳首の輝き。さあゆったりと歩く、長いですね。こいつにかける入場時間はありません。何をしてるんでしょうか。腕立て、さあここでもボディを鍛える、素晴らしい。これはプロ意識の塊。何をしてるんだ、正座、まさかの、まさかの日本リスペクト、ありがとうございます。しかし任天堂は日本のものはリスペクトもクソもありません。あと一瞬顔が貫通しましたね。この辺のバグは任天堂で任せておいた方がよかった。おっと、突然の方位、白から赤に七色の方位、まだ出し切っていなかった。おっ、翼が入ったぞ、パタパタになるのか。のこのこのまま進化失敗。さあキョロキョロしている。おっと膝立ち、この動き気持ち悪いですね。おねえですね、このノコノコメスのようです。しかしボディは押せ、なかなか複雑な家庭環境の持ち主。さあ徘徊老人、ここでようやく自宅へ到着。ここまで来るのに家族にだいぶ迷惑をかけました。後で土下座を期待しましょう。意外と人気、歓声が上がります。いやしかしいい体してますね。この顔とこの色にはなりたくないですが、このボディには憧れます。そしてあの甲羅も入れません。おっと人気、結構人気ですね。みんなワイ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 、さすが任天堂のキャラですよね。どんだけモブキャラって言ってもめっちゃ人気なさそうです。すごく静か、皆さんさあ相手がのこのこということで、ここはマリオ系を期待したい。何が出て、おっと誰だこれ、クリボー、そっちのクリボーかい。まさかのクリボーの発注ミス、クリボーが勝手に、クリボーが勝手にまさかのこちらのクリボー、このクリボー羽が入ってます、天使の羽、まさかの羽クリボー、羽クリボーレベル10の先があった、羽クリボーレベル100、ブルーアイズと同じステータス、彼に天使の羽の知恵もお待ちしております。ふわふわですね、羽、素晴らしい完成度。顔に手もあるぞ、おっと手が2本このクリボー、まさかの怪力、まさかの怪力でした。クリボーに見えますが完全な怪力。さあ怪力の登場に会場を沸き立っております。さあ今ゴングまさかの人外同士の戦い。おっとノコノコ強いですね。早速相手を見下ろして、うわ顔面に蹴る、このノコの足技使いますね。エルボー、これはひどい、鬼ですね。羽クリボー、しかし羽クリボー撃破されたとってね、一回守りで一回プレイヤーへのダメージをゼロにしてくれるので非常にありがたい。攻撃の無力化とも心も期待しましょう。おっとボディへのパンチ、もっとかか、ちょっと頭のやつが抜けちゃうんでやめて。おっと早速羽クリボー空を飛ぶ、これぞ羽クリボーのあるべき姿、レッドブルーは翼を授ける。おっと誰か入ってきたぞ、井口だ
で、キングヌーの井口だ。まさかのティーンヤングの、ティーンエイジャーヤングの井口です。さあ、しかし僕、キングヌーかなりのにわかです。この辺でもう喋りはやめておきましょう。さあ、キングヌー、唯一の人間が、唯一、おーと見守っている。彼に不正があるのでしょうが、非常に温かい。おーと、ボディにパンチ、おーと、殴り合い開始。おーと、急に人間対、人間対、鳥獣たち。さあ、鳥獣、おっと、井口強い。おっと、誰が入ってるぞ。NHK! まさかの立花ですね。あれ、立花どっちか忘れました。なぜか人対妖怪の構図。立川でしたっけね。NHK から国民を守る党の立川。さあ、これはどういく、おっと、しかし、妖怪対妖怪。思いっきり甲羅にエルボー。これ、とどまること知らないですね。攻撃とどまること、この上なし。さあ、おっと、沙織吉田。吉田沙織にリベンジの瞬間。おっと、立川思いっきり頭からぶっ刺されました。おっと、亀の甲羅、あの亀の甲羅、なんでみんな狙うんでしょうね。なんでみんな狙うんでしょうね。どう見てもあの辺防御力高そうなのに。しかし、彼らのエルボーが、彼の甲羅を上回るのでしょう。おっと、ベリーとベリー。このスピード感、こっちみんな。素晴らしい、井口、これ、おっと、奥で跳ねくればやばい。しかし、翼が生えてるぞ。あ、翼関係なし、普通にフィジカルで勝ちました。一応、この吉田さんにレベル100にしてますので、まあ、普通のやつより強いでしょうと思ってるんですが、全然跳ねくり棒と遜色なし。お、誰か入ってきたぞ。ガンダムだ、細すぎる。これはガンダムと言っていいのでしょうが、普段は着膨れするのでしょう。モビルスーツ脱げばこんなもん、着膨れするタイプ。あった、身長同じですがボディが全然違う。フィジカル負け、完全にボディバランスの負け。おっと、どうした、跳ねくり棒。あった、速すぎた、マイソー。遊戯王のキャラが直接。早すぎた、マイソー。ガンダム燃え上がったはいいが、立ち上がることはなかった。自宅へお帰りください。ホワイトベースへお帰りください。あ、また跳ねくり棒、跳ねくり棒なんか、おっ、誰だこれ。マツコデラックス。もはやたたずまいは力士。春場所は無観客試合です。お帰りください。 NHK から国民を守る党から国民を守る男、いや、女。ああ、そこに国民栄翔もぶち込む。彼は男女、どちらもよくわからない。しかし、なんというたくましさ。本当に NHK から国民を守ろうとしてるぞ。おっと、井口さん元気いっぱい。はい、フライアタック。これが井口の井口たるゆえん。ジェダイ対 NHK。もはやジェダイにしか見えません。フォース VS。お、日村勇気だ。肉体が非常に汚い、すぐに出ていってもらいたい。さあ、画面。いや、汚いって言ってもほぼ全部汚いですね。綺麗なの吉田さん、俺だけ。おっと、井口がやばいか。ちょっと非常にコンプライアンス的にまずいになってますね、井口と吉田沙織。ジェダイ敗北。敗北を知らないマツコからしたら、これは衝撃的な結末。まさにマツコの知らない世界。お、誰か入ってきたぞ。マッキーだ。どんな時も僕が僕らしくあるために、そのらしさを薬で出してほしくはなかった。マッキー謎の横移動、ホバー走行、彼ザクでしたね。のこのこ頭からぶっ刺す。あ、のこのこだ。あ、やばいぞ、のこのこ。しかし、のこのこ持ち上がる気がしません。薬をやってても多分持ち上がらないでしょう。さあ、井口さん見守るだけ。おっと、のこのこ耐える。あ、日村が、おっと、日村の唯一のアピールポイントカットは NHK。 NHK をぶっ壊す国民栄誉賞が、国民を守る男、 NHK から国民を守る男から国民を守ってくれた。ありがとう吉田沙織、フォーエバー吉田沙織。おっと、井口さんが、今日も井口さんも元気いっぱい。彼に国民から守ってもらいましょう、 NHK を。彼に NHK から国民を守ってもらいましょう。おっと、クリボー。おー、
ついにポーチに送られてしまった。しかし特殊能力で僕へのダメージはゼロです。ありがとうクリボー、フォーエバークリボー、バンから僕を守ってくれ。お、誰がいてきたぞ。誰だこいつ。マルコだ。追い込みすぎたマルコ高校にあり、カラーリングが井口と同じ、多分マルコのダッシュファイターが井口でしょうね。ありがとうございます。あんたマッキーがやばいぞ。北美栄翔、今度はドラッグから守ってくれず、おっとマッキーに鉄拳制裁。みんなへの気持ちが、あ、遠くで井口、おそらく彼は白目を向いてるでしょう。ダッシュファイターを本体が、クローンを本体が葬りましたね。マルコここにあり、おっとマッキーとマルコ、あと豪快なパンチラ、ありがとうございます。いや必要ないパンチラ、全然ご褒美ではありません。この中でパンチラしても唯一嬉しいのはいません。この中でパンチラしても嬉しいのは誰一人いません。さあなんだこのキャラクターでした、誰だこいつらを呼んだの。おっと日村頭からぶっ刺され、しかし彼はマッシュルーム、多分耐えれるでしょう。さあマッシュルームという意味合いではマッキーがマッシュルームでしょう。マジックマッシュルーム。おっと奥でのこのこアピール、それを許さないな。マルコのボディへのパンチが素晴らしい。あ、なんでしょうかこの時間。多分持ち上がらないのでやめた方がいいでしょう。追い込みすぎたマルコでもそれは無理だ。あっとマッキーなんだこれ。マッキーのこの底なしのスタミナは多分、あっと吉田さんを負けるんかい、リベンジなるぜ。まあ、からの細胞を使ったクローン人間だという噂があるのでね、まあ本気ではないでしょう。クローン人間2人がまず上下されましたね、井口と吉田沙保里。さあ誰が勝っても嬉しくないこのメンツになりましたね。さあマルコ何なんでしょうか。マルコ完全にボディーペイントですね、頭完全に頭塗ってある。おっと日村がアピール、何をする何をする、かっこいいシャイニングビザードか。この辺ちょっとプロレスの知識がないので申し訳ございません。さあ奥でノコノコ、さあちょっとマルコとノコノコ、かなりマルコと日村かなりいいキャラできてますね。同じマッシュルームどうしたのか。さあマジックマッシュルームを使ってその2人を除去しようとしているのか。おっとなんだこれ、おっと奥でノコノコ、これは確定でしょう。ノコノコさようなら怪力。色違いの怪力、色違いの黄色い怪力。おっと薬徹底排除。守りたいこの笑顔。ボコボコですマルコ。さあ友蔵よりも先に死ぬ、おっと DDT、 さすがに友蔵よりも先に死ぬわけないから、おっとマルコが構える。日村はどうなる、日向子はどうなる、モンスモンモンモンスモン、おっとツームストパイルドライバー。彼の頭のダメージすごいですね。マッシュルームもここまで来たら効かないでしょ。マルコがまさか日村をエルボーじゃない、ラリアット、渾身の間違い。マルコまさかの勝利、よりにもよって一番の問題残りそうなやつが残ってしまった、著作権的な意味合い。あとカメラのひっくりやりましたね、物理法則完全無視。追い込みすぎたマルコの勝利、追い込みすぎた桜バケモンモコ大勝利。一応スターのマルコのダッシュファイターが井口となっておりますので、実質井口の優勝。なんというホラーテイスト、はホラーに始まりホラーに終わりました。めでたしめでたし、後半へ続く。 Twitter フォロー&出してほしいキャラを DM いただけるとそのキャラが出るかもしれません。以上コマドロでした。チャンネル登録お願いします。 Twitter フォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。